その罪のゆえに神の子が田中典秀君の代わりに十字架にかかり死んでくださいました。そのことによって罪は清算されました。過去の罪、今の罪、そしてこれから犯すであろうその罪をも清算してくださいました。と言って私たちは罪の中で許されたものとして罪を犯すものではなく、だからこそ罪を自らの意思で犯せなくなるものです。聖なるものはこの中にいるのですから、胸の中にいるのですから、聖なるものとして生きていかなければなりません。そのことにおいて私たちは決心をし、イエス様と共に歩む人生、聖の中で正しい善の中で生きていくことをこの日に誓うのが洗礼です。聖書をお読みします。聖書の中に信仰が表されている箇所をお読みいたします。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これはガラテヤ書に書いてあるものですが、私たちの本当に信仰はこのようなものではなければなりません。それでは制約に入りますから、私の問いかけに対してアーメンで答えていただきましょう。アーメンという言葉は、はい、その通りですとか、同意しますとか、その通りですという、言葉です。田中典秀兄弟、あなたは天地の造り主、生けたる誠の神を信じますか？アーメン。あなたは神の御子、イエス・キリストの十字架の贖いによって、救いによって、救われていることを確信しますか？アーメン。あなたは聖霊の恵みに信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを誓いますか？アーメン。あなたは父と母を敬い、神を恐れ生きることを誓いますか？アーメン。あなたは力の限り主を愛し、日曜日を聖なる日として自分の喜びとしてこの礼拝に集うことを誓いますか？アーメン。今神の御前と我々一同の前でこの誓いを果たしました。このことによって田中典秀に洗礼を授けたいと思います。それでは貴様と言ってください。私が背が高かったらいいんですが。洗礼をお願いします。田中典秀兄弟、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、汝の罪許されたい、汝の罪許されたい、神の子として祝福された人生を送れるよう、主イエスに祈りたいと思います。アメン。アメン。